あれねやばい、やばいでしょあれは。本当にやばいと思うんだよな。あれ下にも降りれるし、しかも自分たちだけ死ななくなるし、しかも樽が結構、そうだよね、そうだよね、パーセント溜まったら樽に入って、うん、上ポンって行った時に追いかためて、うん、結構やばいと思うんだよね。結構ね、うん、今後は回復チームと村人と、ホイパーは本当に強くなる。村と町と今後ジャングルは本当に、ね、やばいっすね。アルバータは逆に弱くなりますね、本当に。アルバータはまあそうだね、食べれないんですよね、狭くて結構。ああ、はいはいはい、しかも簡単に死ぬんで、うん、わかる。俺がやるんだったらハルバード一択かもしれない。まあ、そもそもね、まあ、禁止できるんだ、うん、そうです。だから本当に勝ちたいんであればキャラをかぶせるっていうそういう結論になっちゃうのかな。さあ、タレナユイ対キコテッペイ。キコテッペイ、ピカチュウ村人。ピカチュウ村人、なんかあるんですかね。雷ストレスするんですかね、きっと。いや、何するんですかね。ユイさんは今回はロイを使ってます。まあ、ホックスはチームはあんまり強くないっていうユイさんの中の考えがあるんで、こうやって、そうそうそう。俺の中でフォックスだいぶ強いんですけど。まあ、キュクさんはね、やっぽいですよ、彼的には。まあまあ、確かに。昔からまあ強いけど、若干こう、まあ出しとかも長いですし、ちょっとやりづらいなとは。あ、そんなこんなで新キャラ出てきましたね。出てきましたね、ロイ。ロイ、まだ1週間経ってない、はい、このロイ。ユイさんどれぐらい使えるのか。まあ、これユイさん、もう出てからまだ1週間ですけど、はい、ロイしか使ってないですよ、彼。マジですか。マジマジマジ。強い強いって。あとチームでこの吹っ飛ばしの強いやつ多いじゃないですか、ロイ。そうですね、横スマッシュだとか DA だとか、確かに。あとウェビーも飛ぶし、ウェスマも飛ぶし、うん、だから本当に強いキャラ、強い組み合わせでゲッチークとかをこうやって純粋にタイマンで壊す能力はあるっていうのをしっかり思って、まあロイでもいいかなっていう判断らしいですけど。なるほど、うん、しっかりジャンプに空白合わせていくがギリギリします。村人も多い、あと隙かれなかったですね、メタナイト。そうですね、まあ、はい、十分でしょう。は取ってるので、しっかり後ろ投げ、クーマ合わせていって、危ない、横スマッシュ、バーキャンウェビから、しっかりウェビやん、まだ生きる。やっぱ村人重いっすね、なんか知らないことなぜか多いんですよね。横スマッシュでしっかり後突き勝っていくと。ただ今のちょっと先端でしたね。そうですね、まあ若干前難しいですからね、近づきすぎると当たっちゃうので、はい、そうなんですよね。あれですよね、下投げの判定にってことですよね。まあ、ダメージに当たれば十分でしょう、うん。チームにおいて2対1の状況で後突きを狩るっていうのが非常に大事で、まあ、さっきみたいに投げしっかり確認してから横スマホールドするとかですよね、大事なって。まあ、ニエトさんはさっきなんだっけ、しっかりマリオの弱に対してオイルパニックだな、弱当てただけなのにマリオが死んでしまうっていう展開もありましたけど本当に大事になってくるんで。いや、あれはやばいっす、うん、シークに渡ったら死ぬんで本当にやばいさあ、ピカチュウで。しかし、メタナイトの竜巻を、メタナイトバースパーセントなんで、メタナイト守ったっていう意味で十分。うん、そうですね、確かに。やはりバーストパーセントの味方をしっかりと後突きを勝ってあげて、はいはいはい、守るっていうのは重要ですね、チームにおいて、うん、本当に。しっかり今、ハニワ確認して、後ろ投げの無敵を合わせていきました。そうですね、投げ無敵ですね。ピカチュウが着地狩りに来るが、ロイはしっかり後突き DA で勝っていって、ゲーム選びとも 68%、 結構これはなかなか、これは厳しいぞ。まあ、ほぼ五分かと思ったけど、大体1ストが差ついてるのかな。そう、まるまる1スト差です ね、ちょうど。しかしまだまだ分からない、はい、おっと、横スマは2人に当たってしまう。あ、村人だけバースト。なんで、いや、今のちょっと緩和ミスりましたね、村人。はいはいはい、埴輪出してれば多分生きてました。ああ、少し村人を使ってしまうを使わないっていうのは結構新しいですね、逆に。ああ、確かに現段階で。そうですね、雷しまえると思うんですけどね。ただしまったところで雷は村人の手から出るんで、そっか、ダメなのか。まだしまうなら電撃の方がマシかなって気はしますね。と、はいはい、いうところで今ロイの横澄まし火吹きましたね。飛びすぎです。ピカチュウ音速で飛んできましたけど、分かってるんで、うん、まあ、この投げ1フレーム的は相方が投げた後も、はい、そうね、そのキャラ自体に出てるので投げれないんですよね。掴み合いの A パワーできません。そうです。空前でジャンプ勝っていって、メタナイトが復帰装置に来る。しっかり役割決めてますね、おそらくこれ。そうですね、まあもう死ぬパーセントなんで、やはり前後編はしっかりしてます ね。おっと、今なんかウェビかなんか合わせようとしたんですかね、空上から。あったな、2人で戻ってしまって、2人まとめてバースト。これは、まあ、しかしながらこれはあります。ここから鉄平村人の華麗な崖町からの脅威を事故らせて。あ、まあ確かにこれ村人こうやってね
自分の有利な間合いである程度ダメージ稼げるんで全然ありますね。これ用意しごらせて、はい、ナイトをボーリングで倒す横行で着地があっていって、あとちょっと下ってますよこれ。そうですね、ちょっと焦ってます、ね、2人とも前行っちゃうときは大体焦りが感じられます。そうですね村人復帰だいぶ良くなったらしいんですよね。え、そうなんですか。だから風船がすごい割りやすくなって、あ、はい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 、風船って1個割った後に無敵フレームが、もう1個割るまでの無敵フレームが存在したんですけど、はいはいはい、それが短くなったらしいですね。まあそれプラスなんか、はい、あれだ、なんか上 B って1回使って崖つかまりでまた上 B するんですけど、うん、これの無敵の風船もう1回浮遊時間が減ってるんですよ。ロボットの バーナーみたいなのが、はいはいはい、はい、あの仕様がちょっと変わって、だから吹っ飛ばされてもう一回風船出すと、うん、あの吹っ飛ばされてもう一回風船出すと今まで以上に浮かないんですよね風船が。あー、なるほどね、なるほどね。ウェビーの後、はい、じゃあ吹っ飛ばされちゃうとしっかり着地か崖つかまり回復するのか分かんないですけど、うん、着地しないと。どうなんでしょうね、はい、ロボのバーナーは時間ですもんね。あれそうです、こんな言ってるうちに1本終わっちゃいましたけどね、うん、まあ、ほぼほぼ2人側がミスらなければ、まあ、まず負けることはないので、あの状況は負けないですね、はい、片方がバストバーだと全然分かんないですけど、そうですね、0パーで俺は持ってない限りは、お互い0パーでしかも村人何も持ってなかったですからね。ピカチュウ村人で何かしらこう連携があるのかなと思ってた。お互いメインを使ってるんじゃない、こんな感じですね。出してますよ、鉄平機構。キャラを変えるのか、ここで。多分、ユイ・サレナは固定でしょうね。サレナはこうですね、はい、固定だと思います。でもまあ、ワンチャンユイさんがフォックスありえるかなぐらいで、あと、はい、ゲッチシークス当たったら、気が狂ってゲッチを出す可能性もありますよ、ユイさんは。可能性はありますね、ユイさんは気狂うんで。ユイさんは結構気が狂いやすいね。まとまったようですね、話が。ゲッチシークにゲッチ当てるってのは正直意味ないんですよ。まあね、そうだね。ゲッチいるときはゲッチ吹っ飛ばしてからために行くもんね。2戦目同じステージは終点と。先ほどから空前空前ねでしっかり連携取っていって。これ今回やっぱ食らった時の膠着がいかんせん長いもんで、ああやって2対1で挟まれちゃうと一気に 80% ぐらい食らったり全然ありますよね。しかも交差結構一発大きいキャラ多いんで。そうですね。なおさら、はい、私この間あのキャプテンアルコン使ってチームしてたらそのまま死にましたもん。いやありますよ、クエクエ膝で。そうそうそう。で先に有利状況を取っていってるのは青チーム、はい、誰なと。おっと、まあ、ある意味ケイシチームでコンセプトが取れてますね。はいはいはい、横綱しっかり後隙横綱かっていってギリギリ死なず。メタナイトが前でもう決めてるんですかね。これは分からないです。チャンプに空前合わされて一回吹っ飛ばされるのか。ただメタといいロイといい横綱は本当に強いけど、そうですね、うまい得空してから空前、ね、しっかり追いかけていって、前投げ食え、連携うまいですね。運がいいぞ、株の3本2回とも引く、まあ、村人やっぱ株3本引かないとダメだ。そうですね、吹っ飛ばしが圧倒的に違いますからね。おお、横綱で食えねえの反撃分かってますね、取っていくわ。ロイの横綱が増えてきたように感じます、私は。やはり空前でバースト、空前も非常にやっぱ優秀ですね。投げから、さあ連携食えるから、さあ、うまい、うまい、お食える食える、とお互いに回っている。やはりこういうとこも楽しいですね。そうですね、やっぱチームは連携決めるとき楽しいですね。そうですね、復帰阻止、狙いに行くわ。さあライトを竜巻で潰す見せかけて、あの後突きを狩りに来るロイを狙いましたけど、ユウさんしっかりガードして、そうですね、おっと上スマッシュぶっ放していくな。株が出ないがまだ死なないでしょう。ちょっとこれ2人とも厳しそうですね。なんだ、ウェビーか、ウェビーで後突き狩っていきました。しかも結構横移動あるんですよ、ね、そうですね、こあの全体が長いから味方の竜巻に来やすいっていうところがありますよ。さあ、ね、チャックでしっかり、あーうまいぞ、そう、ディエまだ食らって 95% だったけど下投げから上に置いてファースト、まあ、しかしピカチュウがしっかりと後突きを勝っている。これは 50% ほど負けていると。サポートがうまい鉄平機構、
あ、前ないからお互いタイマーの状況ができましたよ。こういう状況もよく起きます。そうです。と連携食らって、相方が連携食らい始めちゃったら本当迅速に助けに行くっていう判断、ね、大事ですね。今大事ですね。サポート、連携と、これはどうする。ギリギリサドローはいなかった。今かなり厳しかったな。食べたないとは首を、あーってことだ。うまい、浮き阻止決めていって、浮き阻止決めていく。これが逆転につながるか。あれは今のが1フレームあったのか。そんな気がしました。私は何ももったいなかったですね。ロイが非常に長生きしてますね。これはさて、ロイはなかなかバーストできない。風前で吹っ込んでいって、できるだけ早めにバーストしたいところだが、そしてこれ危ないぞ。そっか、あ、こちら投げでさすがにバースト。今連携、しかしまだわかんない。連携今若干ミスじゃない。あーって空襲でバーストしてしまう。さあ、しかしまだメタナイトバーストすれば全然わかんない。このカードありますね。あれ2対1でああなっちゃったら本当にどうなんですかね。まあでも崖が、あーってうまい。さあタイマンになって、崖が難しくなったのに、崖をしっかりと崖キャンしていく。崖キャンセルうまかったですね。うまかったですね。ピカチュウ使いですね。ストロインが一気に前を詰めてきて、おう、分かってますね。ますね。確認してしっかり、陽強で反撃取って。さあ、ユーロ対機構、ピカチュウ。上強、上、クエ。さあ、ロインってのは着地がちょっと辛いですよ。そうですね。お、しっかり出しカード。車が避けて。うまい。なんだ、練習してますね、しっかりと。そうですね。何かレンクスターステップから、これはもうこのパーセントが、ね、AB でも死にそうだぞ。いろんな技で殺せない。あ、ガーキャン AB でしっかりと半角ファースト。いや、今のガーキャンじゃなかったな。ガード解消ベースまで。今フォックス使いっぽかったですね。勝ったのはユイサレナ。これで楽しそうですね。さっきあの衝撃的なあの対戦を見せられちゃいました。